皆さんこんにちは。ヒューマンギルド長藤香織です。アドラー心理学専門チャンネルヒューマンギルド、本日は勇気づけを生活に取り入れるにはというタイトルでお送りいたします。私は法人研修なども担当しているんですが、その法人研修で勇気づけのコミュニケーションをお伝えすることも多いんですけれども、その際に本当によく耳にする参加者の皆さんのご意見で、勇気づけが大事なのはわかるけど実践に結びつけるのがちょっとというお声なんですね。で、この YouTube チャンネルをご覧いただいている方の中にも、勇気づけの実践が難しいと思っていらっしゃる方も多いと思いますし、すでにアドラー心理学の勇気づけを伝える立場の皆さんも、伝えたその先で実践本当にできてるのかなっていうふうに悩まれている方もいらっしゃると思います。今日はもっと肩の力を抜いた勇気づけの実践がお伝えできればと思います。はい、改めて、勇気づけの定義見ておきましょう。勇気というのは困難を克服する活力というふうに定義づけています。人によって困難というのはいろいろです。対人関係が大変だという人も、仕事が大変だという人も、健康状態が良くないっていうことが大変だっていう方も、お金がないっていうことが大変だっていう方もいろいろいらっしゃると思うんですけれども、その困難をなかったことにしたり、誰か他人に押し付けたり見て見ぬふりをしたりするのではなく、きちんと正面から向き合って乗り越えていくエネルギー、それを困難を克服する活力ということで勇気の定義とします。じゃあ勇気づけというのは何かというと、その困難を克服する活力を与えることとあります。で、ここまではやっぱり皆さんご理解いただくんですね。ああ、なるほどというふうにご理解いただくんです。ですけれども、勇気づけが何かは分かった。そしてより良い対人関係を築いていくのに有効だっていうことも想像できると、分かっていると。でも何から始めればいいのかわからない。どうやったらいいのかわからない。うまくできない気がする。相手が勇気づけを受け取らなかったらどうしよう。こういうふうにね、二の足を踏んでしまう方が結構いらっしゃるんですね。やはり今までやってこなかったことを改めて、もういい大人になってからやるっていうことに対して、すごく抵抗感を覚えているわけです。それはおそらく誰もが理解できることだと思います。特に年齢を重ねれば重ねるほど、今更なっていうふうに後ろ向きな気持ちになってしまうこともあるでしょうし、照れるっていう気持ちもわからなくはないんですけれども、でもそういう方こそ一歩踏み出していただきたいんですね。ということで、ちょっとハードルを下げてみました。それが勇気づけ、何から始めましょうかというところなんですけれども、この3つを挙げてみました。1番、気持ちのいい挨拶をするということ。2番、感謝の出し惜しみをしないということ。そして3番、笑顔でいること、機嫌よくすることです。まず1つ目の挨拶なんですけれども、これはもう小学校に入る前から挨拶というものは皆さんしているはずです。やり方を知らないっていう人はいないはずです。で、気持ちのいい挨拶っていうのは、何もその体育会系の部活みたいにやたらめったら大きな声を出せばいいというものではありません。相手に心地よく聞こえる音量ではっきりと口角を上げて相手を見て挨拶をするということです、大声出せばいいということではないです。そして2つ目の感謝なんですけれども、ありがとうの出し惜しみをしないでほしいなということです。私たちは不思議なことに、距離の遠い相手であればあるほど感謝の言葉ってつるつる出しやすいんですね。誠にありがとうございますとか、心より御礼申し上げますとか、後人の至りでございますなんていう、かしこまった言葉って結構出るくせに、一番身近な人、家族、同僚などに対しては今更言わなくてもわかるだろうみたいな甘えが出てしまうわけです。でも身近な人にこそ、きちんと一つ一つ、やってもらって当たり前ということはないので、一つ一つに軽い、ありがとうでもサンキューでも何でもいいので伝えていただきたいなと思います。
その時に、これはまあ後からも話しますけれども、すみませんとかごめんなさい、ごめんごめんっていうのではなくて、まあそういった謝罪の言葉ではなくて、ありがとうという感謝の気持ちのある言葉を使っていただきたいなと思います。そして三つ目、笑顔、特に機嫌よくするということなんですけれども、ね、大人の皆さんが不機嫌でいてもいいのは、そばに誰もいない時だけです。不機嫌さを他人の前で振りまいて、私は今不機嫌なんだから気を使いなさいよ、気を回しなさいよっていうのをやっていいのは、ね、まだ言葉を知らなくて喋れない赤ちゃんだけです。家の中とか職場で不機嫌さを振りまく人が一人でもいると、その場全体が嫌な空気に包まれますし、みんながその人に気を使わざるを得なくなって生産性が下がるんですね。他人のパフォーマンスさえ下げてしまうわけです。これこそが勇気づけの反対である勇気くじきの象徴です。なので、まあ、少なくともね、機嫌よくをする、できれば笑顔を心がけること、これだけでも勇気づけのスタートになります。じゃあね、どう始めたらいいんだろう、どうやったらいいんだろう。で、そこで大事になるのがこの勇気づけ実践上の三原則というものなんですけれども、事前告知の原則、重点思考の原則、継続実践の原則です。まず一つ目、事前告知なんですけれども、勇気づけをこれから心がけていこうと思うっていうのを周りの皆さんにもう周知させること、ね、事前に言っちゃうということ。これをやることによってどんないいことがあるかというと、言ったからには実行しなきゃという状況になるわけです。ね、禁煙とか禁酒とかダイエットとかと一緒です。もう言っちゃったらね、一度言った言葉は引っ込めることはできませんので、まず言ってしまうということ。そして二つ目の重点思考なんですけれども、あれもやらなきゃこれもやらなきゃと思っていると、もう何一つうまくできなくて中途半端になってしまうということがあります。これは勇気づけでも同じです。なので、とにかく今週は挨拶を気持ちよくしよう。とか、次の週は、まあ、挨拶と、じゃあ次は感謝の気持ちをきちんと言葉に出すことを心がけようというように、何かに重点を置いて実践し始めるということが大切です。そして三つ目の継続実践なんですけれども、まあ、最初のうちは当然ね、ぎこちなくもなるし、ああ、このタイミングですればよかった、でもできなかったということも多々あって、まあ、くじけちゃうこともあると思うんですね。でもそこでやめたっていうふうにやめてしまうのではなくて、続けていくこと、ね、続けていくうちにそれが習慣化されるというのがあります。まあ、とはいえね、こんな声も出てきます。ね、勇気づけうまくできない気がする。今まで勇気づけを意識したことがなく、振り返れば勇気くじきばかりしてきた気がします。今さら勇気づけをしようにもうまくできない気がします。ね、うまくできる気がしませんっていう感じですけれども、まあ、これに関してはね、まあ先ほどからも出てますけど、最初からうまくできるくらいならまあ苦労はしないわけです。まず始めるということ。そしてうまくできなかったとしても、でもその相手とこれからも良い関係を築いていきたいなっていうふうに思っていたら、とにかく続けて実践していくことが大切です。そして、まあこんなこともありますね。相手が勇気づけを受け取らないという場合、思春期の息子が勇気づけをすんなり受け取ってくれる気がしません。拒否されたらくじけてしまいそうです。まあね、思春期とか反抗期ってそうですよね。で、やっぱりね、そもそも現状の関係が、まあ悪いところからのスタートだったら、最初のうちはね、すんなりと相手が受け取ってくれるということもない。もうそもそもないっていうふうにね、思った方がいいんじゃないかなと思います。で、まあ思いもよらない反応、まあ拒否とか拒絶、うっせえな、何言ってんだよ、みたいなことだってあるかもしれません。というかまあ想像できますよね。でも勇気づけというのは、まあ、拒否されたからじゃあもう二度とやらないっていうんじゃなくて、やはり継続していくことで、こちらが先により多く、勇気づけをしていくということ、そして勇気づけの押し売りをしないということ、こんなに勇気づけてあげてんのにあんたは何も返してくれないなんていうねことでね、喧嘩になるのはバカバカしいですし、それこそがね、まあ、相手のニーズもないのにね、ぐいぐい押し付けているのと同じです。なので、シャワーのようにね、こう勇気づけをこう注ぐっていうのは大切なんですけれども、押し付けて相手から見返りを求めるようなものはそもそも勇気づけではありません。で、その
先に、どういったことをすればいいのかということなんですけれども、勇気づけをさらに深める、これは聞き上手に徹するとか、相手の進歩成長を認める、ダメ出しではなく良い出しをする、失敗を許容するというものなんですけれども、これらの項目に関しては以前のね YouTube チャンネルで、勇気づけをお話しした際に触れているものなので、よろしかったらこちらの QR コードの方から飛んで、ご覧いただければ嬉しいです。ということで、本日は勇気づけを生活に取り入れるにはというタイトルでお送りしました。勇気づけに関してはまた違った切り口でお話ししていけたらなというふうに思っております。本日もご視聴ありがとうございました。